今日はありがとうございます。どうですかっていきなり振られても、ね、困りますけど、僕はこちらはね、長野出身なんですけど、僕は神奈川県出身なんですね。神奈川県で、まあ、東京に近いのでずっと東京で暮らしてました。もう30代の時からずっとね、数十年東京で暮らしてて、まあ、コロナになりまして、まあ、それがきっかけで東京でなかなか活動しづらくなってしまったので、まあ、ここは心機一転、長野に来て、長野でね、何か長野で応援できたらいいなと思ってこちらに来て一生懸命そういう活動をしてます。ちょうど、今回で2年過ぎましたね。移住して2年過ぎまして、3回目の冬なんですけど、やっぱ寒いですね。嫌ですね、寒いのね。ただそれ以外は本当に長野素晴らしくて、もっと早く来ればよかったなって思ってます。本当に人もいいですし、野菜も美味しいですし、素晴らしいとこはたくさんありますしね、景色もいいですし、そういう意味で長野を少しでもね、応援したいという気持ち、僕らも心機一転、何か音楽でね、人生やり直してるみたいなとこがありますし、何かね、一緒に長野と一緒に成長できたらいいなという形で長野の歌を作らせていただきました。それがね、次ある「Do You Know 長野」という曲なんですけど、いろいろね、長野の名所ですね、有名な景色がいいとことか観光地とか、素敵な景色のとことかたくさん取材に行って、ビデオを撮ってきて、そのビデオの動画と一緒に、僕らのこの「Do You Know 長野」が、こう流れてます。YouTube でね、ぜひ漢字ロックスっていうふうに、アルファベットでね、KAGI漢字ロックスっていう風に検索していただくと、すぐそういった YouTube チャンネル出てくると思いますので、はい、もしよかったらね、チャンネル登録していただくとすごく嬉しいです。そうですね、いいねをして、そしてさらに登録していただけたら、私たちの活動ね、元気な力が、長野とかね、パルセイドの曲もその YouTube に上がってますし、そうですね、全部映像とね、一緒にセットで作ってあります。画像、動画と一緒にね、曲が流れてますので、もしよかったら、はい、いろいろ見ていただけたら嬉しいですね。ですね。よろしくお願いします。はい、以上ですか？以上です。伝えたいことは、はい、そうですね。はい。じゃあ、早速ですけれども、聴いていただきたいと思います。Do you know 長野。どうもありがとうございました。はい、こんにちは、長野インターネットスープと申します。こんにちは。今長野県は JA アフリパーク長沼店に来ております。今日は恒例のライブ、終わりまして来ていただきました2人、ちょっと自己紹介お願いします。はい、すいません、こんにちは。はい、こんにちは。漢字ロックスの直美と申します。直美さん、はい。そして、はい、漢字ロックスのことぶき漢字です。よろしくお願いします。はい、ことぶき漢字です。素晴らしい。はい、そしてグループの名前は何とおっしゃるんですか？漢字ロックスです。ロックス、はい。本来3年前にこのユニットでやりだしたんですけど、はい、最初ずっと東京でお互いに別々に活動してまして、別々だったんですね。そうなんですね。外人がね、たくさん観光客、東京にいると浅草とか銀座とかすごいんですよ、観光客が。それで、外人の観光客の方がこのタトゥーしてたりね、漢字のタトゥーがすごく好きなんですよね、外人の方。日本に来る方ってやっぱり漢字とかにすごい興味ある方が多くて、
その方たちに向けて漢字の成り立ち、漢字の成り立ちを歌ロックに乗せて説明しながら、日本の良さを発信していこうっていう、コンセプトで最初始めたんですね。そういう目的もあったわけですね。はい、それで漢字の漢字でロックスなんです、ね。まあ、お名前にもなっちゃった。そうですね。そういうことなんですね。それがスタートなんですね、実はね。ですから英語の曲をずっと、英語でその数字の漢字を説明する、曲を作ったりビデオを作ったりして、まあ、日本に来る観光客の方にアピールする。あともう一つは、我々もヨーロッパとかアメリカの方に行ってストリートとかで何か演奏できたらいいねっていう形で始めたユニットなんですね。日本の魅力を伝えたい、日本の魅力を伝えるというのがコンセプトだったんですけど、そうだったんですけど、2019年にそれを始めて、それでそしたら2020年にもう全部 CD も500枚とかジャケットとか撮影して歌も録音して準備万端ってなったら、コロナが蔓延してしまいまして、観光客一切来なくなりましたね。そうなんです、観光客で私たちも活動できなくなって自粛してくださいということになって、活動ができなくなってしまいました。私長野出身なんですけども、長野にもともとちょっと両親が高齢なので、1ヶ月に1回はやっぱりこう来て、いろいろと長野で活動レッスンもありましたし、活動してやってたんですけども、まあこれをいい機に、私もちょっとスタンスを変えたいなと実は心の中では思っていて、それがなんか全部こうタイミングが重なって、じゃあこれを機に長野に戻ってこようということで、で戻ってきました。で僕も田舎暮らしをしたかったっていうのは実はすごく昔から思ってて、ちょうどいい機会だなっていう、東京でなかなか活動しづらかったり、そのやろうと思ってたコンセプトのユニットができなくなったので、じゃあもうこうなったら逆の発想で、もう田舎暮らしして、田舎でまあ畑をやったりしたいっていうのがあったりしたので、じゃあ田舎一緒に長野で活動しようかっていう風なのが、2年前ですね、ちょうどね。そうですね、はい、2020年かな。どうですか、長野に来てみた感想としては。私は地元で、改めて長野の地元の良さっていうのは、まずはその畑を始めたので、自分でこう畑で美味しい野菜が作れる環境にあるっていう、長野のお水と空気の良さがすごく素晴らしいなと、改めて自然が美しいっていうのも含めてあります。冬はやっぱりきついですね。もう寒いのが本当は苦手なので、かなりきついですね、寒さはね。まあ、ただ、まあ、その寒さ、この寒さだからこそ、その美味しい、ね、野菜が育ったりっていうことがあるみたいなので、まあ、これはこれで、まあ、いいんじゃないかなと。美味しいものをたくさん食べれますし、まあ、雪の風景もねすごく素敵ですし、まあ、東京にいるよりもとにかく空気が全然違くて、空気が綺麗でもう気持ちいいですね。はい、ですから寒さも我慢できるかなっていうことですね。そしてまあ今日は野菜がいっぱいある中でのライブだったと思うんですけども、そうですね、なんかその、まあ、ここは特にその、まあ2、3年前の台風の影響を受けたところだということで、こうなんか応援歌みたいなのが多かったと思うんですけども、そうですね、その辺はどうなんでしょうか。そうですね、やっぱり水害とかもう思わぬ事態になることもあるんだなっていうことを踏まえて、であと野菜を作って、そのありがたみっていうのがすごく分かったんですよ。農家さんの本当に大変な思いをして、やっと育てた野菜が例えば水害でやられてしまった時にショック、これは私はまだ体験してないんですけども、それやっとできた時の喜び、ものすごくやったって気持ちになるんですよね。それが一気に例えば水害で流されてしまったら、どんなに切ない辛いんだろうなっていう気持ちにもならせていただきました。なるほど、まあ、歌の中にもありましたけど、長野市の、繁華街、まあ、有名なところですけども、権藤のなんか応援歌っていうんですか、はい、なんか作詞作曲されたというふうにお聞きしたんですけども、なかなか迫力ありましたね。そうですか、ありがとうございます。どうですかその辺は。はい、僕らのその当初は漢字を伝える、日本の文化を伝えるっていうコンセプトだったんですけど、まあ、長野に来た瞬間そのコンセプトを全く変えて、まあ、せっかく長野にいるんだから地元でとにかく盛り上がっていきたいよねと、
我々も成長したいし、自分たちのことだけスポットライト当てるよりも、誰かを一緒に応援しながら一緒にこう、歩んでいきたいっていう思いがすごく強くて、せっかく音楽やってるなら、その音楽で誰かを勇気づけたり応援したりっていうのが、今はそれがコンセプトなんですね。長野に、今長野市にいるので長野を応援したいねっていうことで始めた、あるきっかけがありまして始めたですね、その楽曲。それがゴンドウがスタートだったんです。ゴンドウをはじめとして、ゴンドウをじゃあまずは応援しましょうっていうのでスタートだったんですね。今後どんなような活動をこう長野県で、やっぱりもうこれを続けていくっていうことですね、長野市とか、長野県全体を応援して一緒に共に成長していきたいと思ってます。それで当然長野の人を盛り上げたいって気持ちと、もう一つは長野ってすごくいいとこいっぱいあって、僕も来て初めて分かって、例えば長野市でも知らなかったけどこんなにいいとこなんだっていうところいっぱいあるんですよね。そういうところを県外とか、大げさに言うと海外の人たちにもいっぱい発信 していきたい、SNS が今ね、ちゃんと海外どこでも世界中発信できるツールがありますから、そういうのをうまく使って発信していきたいと、その動画と曲を組み合わせして、発信したり、あとはもう地道に地元で、ライブ活動ですね。やっぱり長野の魅力をたくさんの人に知っていただいて、でそれと同時に私たちも自分たちの魅力を感じていただいて、で皆さんとなんか元気に一緒になって、そのパワーが巡っていく感じに、日本まで、地球まで、もう宇宙までもう届いちゃうぐらい、もうそういうような大きな規模で元気になっていけたらいいなと思っています。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。